県議会の定例会が開会し、101億円余りの一般会計補正予算案などが提案されました。議長選挙も行われ、新しい議長には島光一議員が選ばれました。本会議の冒頭で本吉敏弘議長が昨日提出した辞職願いが審議されました。本吉議員は去年5月から議長を務めていましたが、健康上の理由で職務を続けられないとしています。辞職願いが許可されたため議長選挙が行われ、最大会派自民党の島光一議員が選ばれました。多様化する県民の要請に応えるためにはなお一層の努力が必要だというふうに考えております。誠心誠意努力をいたす所存でございます。今回の定例会には101億2800万円余りの一般会計補正予算案など31議案が提案されました。会期は24日までの21日間で、一般質問は11日からの3日間です。